いやーもう、シングラリティはすぐそばに来てるね。ほんまに。いやー、これはもう、ペース上がってるもんね。どん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 。これを、まあ、プラスと取るか、マイナスと取るかっていうね、議論ありますけど、俺は結構、だいぶ、肯定派やね。やっぱり、こう、受け入れ体制がすごいあるというか、新しい時代への、技術への、なんか、ワクワク感というかね、そういうのがね、すごい、あります。で、今日、なんか、鍋奉行ってね、存在するじゃないですか。鍋の順番とか、そういうの仕切ったりする方。俺はなんか、鍋奉行って名乗ってないんやけど、周りからなんかもうやってみたいな感じで、なんか勝手にそうなってんねんな。で、みんなもその気づいてないねんな。その俺が奉行になってるっていうのは。なんかそんな感じで、こう、なんだろうな。勝手に、なんかそういう場で大活躍してんねんけど、これ順番って正直、まあ人それぞれやけども、チャット GPT の正解をちょっと教えてほしいなと思って。鍋の具材今ね、4つあるんですけど、どの順番で入れたらいいかっていうのをチャット GPT に、問いかけます。豚肉、豆腐、白菜、春菊があります。鍋に入れる具材の順番を教えてください。来た。豚肉、豆腐、白菜、春菊の順番に入れてください。なるほど。豚肉、豆腐、白菜、春菊。ああ。お肉最初なんや。あれ？これ正直、こんなんね、言うのをね、チャット GPT さんに失礼ですけど、これ俺書いた順番そのままなぞってるだけちゃうかなっていうのがね、ちょっと一個あるんですよ。その豚肉、豆腐、白菜、春菊がありますって言ってて、豚肉、豆腐、白菜、春菊の順番で入れてくださいっていう、俺が言ったそのまんまなってるから、これちょっと、こっちで順番変えてもう一回ちょっと聞きます。すいませんね、別に疑ってるとかじゃなくて、こっちがちょっと何ですか？こうミスってんのかなというか、なんやろ。その疑ってるわけじゃないです、ほんまに。ちょっとじゃあ。春菊、豚肉、豆腐、白菜があります。鍋に入れる具材の順番を教えてくださいっていうふうに、順番をこっちで変えます。来ました。春菊、豚肉、豆腐、白菜の順番で入れてください。これ俺言ったまんま言ってるな、これ。これまんまなってんな。いや、これちょっと、俺が書いた順番やん、ただ。ちょっと俺が書いた順番やんってもう言っちゃいます。これ俺が書いた順番なんで、完全に。最初のやつも次のやつも。俺が書いた順番やん。そうですか？その場合入れる順番はあなたの記載した通りになります。いや、おかしいやろ、これ。何やねん、その最初のそうですか。めっちゃ腹立つわ。何やねん、そうですか？っていう感じ。その場合入れる順番はあなたの記載した通りになります。そんなことになる？順番をね、聞いてるから、記載した通りやったら聞かんから、俺。だからそれ、どうしたらいい？じゃあ、いやいや、目の前の食材が豆腐、豚肉、春菊、白菜なだけで、順番は記載してないです。あなたの思う正しい順番を教えてください。ちょっと強めにね、今回は。こんなんだって言いたないからね、ほんま。なんか。豆腐、豚肉、春菊、白菜の順番で入れてください。いや、これと同じ順番になってるやん、やっぱ。同じやつ、お前、順番これ、俺の書いたやつ言ってるだけやん、これ。何やねん、こいつ。正しい順番を教えてくださいって言って、俺が目の前の食材が豆腐、豚肉、春菊、白菜なだけでって言った、俺が書いた順番そのままなってるから、これ。いや、俺が書いた順番そのままやんって、ちょっと、送りつけます。
そうですか。その場合、入れる順番はあなたの記載した通りになります。また言ってるやんか、こいつ。むっちゃ腹立つわ、これ。なんやねん、こいつ。これがむっちゃ腹立つの。そうですか、みたいなやつ。同じこと、ループしてるやん、これ。ええー、ねん、それ。って送ろう、もう。ええー、ねん、それ。ぜひ、その通りに順番に入れてください。なんやねん、こいつ。そう。ええー、ね、それ。とも勘違いしてんの、これ。肯定してると思ってんのか。ええー、ね、それって言ってない。その言葉ムカつくって言ってん。にしよう。はい。ええー、ね、それって言ってない。その言葉ムカつくねんって言ってん。ごめんなさい。もう一度言いますね。入れる順番はあなたの記載した通りになります。やかましいな、もう。こいつ。何やねん、こいつ。むちゃくちゃやん。ほんま。同じこと言ってるやん。俺、記載した通りになったら、その聞かんから、こいつに。なんでそれ言うねんって返してる。申し訳ありません。確かに順番を規制していますので、順番に入れることが正しいと確認したかっただけでした。どういうことこれ。これどういうことかな。順番に入れることが正しいと確認したかっただけでしたっていうことは、こいつ自身の意見はないってことですか。どういうことこれ。何これ。何言ってんの。何を言うとんねん。何を言うとんねん、ドクロ。何を言うとんねん。もうええわ、ドクロ。何を言うとんねん。何を言うとんねん。もうええわ。申し訳ありませんでした。入れる順番はあなたが記載した通りになるというお伝えをしたので確認させていただきました。以上お伝えします。何やこいつ。何やねん、もう言い訳しか言ってないやん。何やねん。めっちゃ腹立つわ、この、なん、もうええわ。よくろ。もうええわ。わかりました。入れる順番をあなたの記載した通りに行います。なんなんこれ、行います。え、もう、やるやん。なりますとかじゃなくて、記載した通りに行いますって言ってるやん。でもこれ、あれか。なんか俺のことを信じてくれてるってことなのかもしれない。めっちゃ俺のこと信じてくれてるのかもしれない。入れる順番はあなたの記載した通りに行いますって言ってるってことは、あなたが正しいですよっていう、逆にこっちが教えてんのか。確かにその関係性良くなかったな。俺切れてもうた。その俺が聞いてばっかりやったな、そういや。全然逆もあるっていうことを忘れてたわ。やっぱりそのなんやろ、完全に俺がもうテイカーでした、これは。うん、やっぱりそのチャット GPT のこのギバー精神にちょっとおんぶに抱っこやったから、まだ勉強だったな。やっぱすごいな、 AI って。うん、こう人間関係の構築みたいなことまで教えてくれる、料理から学ばせてくれる。いや、素晴らしいね、ほんま AI。 ほんまビバ AI やね。まあ、ありがとう。そしてこれからもよろしく。